ヒグマ山再び別機出ますか。あ、米がないんだ。そうか、早く輸送してくれ。いけ百竹。し、優勢は優勢なのかなこれ。おお、なんじゃこりゃ。ちょっと半端ない半端ない。あ、まずい、サンドイッチにされる。これはまずいぞ、いくらなんでも。ダメだ、兵を返します。出陣する。主にするな。し、討ち取った討ち取った。あと伊賀久隆はね、こ南ルートだわ。南ルートというか、ここにこもってもらおう。199も帰らざるを得ないね。ヒグマ山、ごめん、早くしてくれ。輸送急いでくれ。いやー、囲まれた。ちょ、不戦した方がいいなこれ。ガンガン止められるもんなら止めた方がいいや。で、これで輸送が来るよね、米が。ご命令ください。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。来た、よし、出せる。これで再び兵を出せるぞ。で、ナイツ不戦やっていこう。あのね、まずはね、この沖縄山なんとかしたい。浅井の兵は来てないよね。いやー、まずいな。高橋城また全滅すんのか。これ多分なだれ込んでくるよな、このまま沖縄山に。佐藤金山城出ましょう。出るぞ沖縄山。必ずや勝つ。ヒグマ山から出ます。出陣する。北ルート。きついよきつすぎるよ。新しく作った城、少しずつ兵力溜まってきてるんですよね。もうすぐ1000になろうとしてるけど、まだまだでも足りてないな。そこも急いでほしい。それでも急ピッチで進んではいるけどね。今でもね、和議はしたくないんですよ。沖縄山を向こうの手にやったまんまね、和議をするのはね、すごく良くない。だから沖縄山だけは取り戻したいな。四国がね、かなり心配ではあるけど、これは全部鷺の森城攻撃軍だよね。よしよし、頑張ってくれよ。頼むぞ。もっと出してほしいんだけどな。足りないよね。支援させられるかな。支援してほしいんだけどな。これ支援させよう。我が戦、北九州が何にもしてないのがね、かなり気になる。モードだいぶ苦しくなってきた、こっちも。加勢いたします。いやー、鍋島、薩摩隼人、いいね、半兵衛を撃破。天下に知らしめろ。よし、まずい。600はさすがにまずい。あ、挑発感覚にかかってる、これ。伊賀久隆が南に入ろう。小早川隆景、西ルートから沖縄を目指します。これでも、ここにいるのが多分すごい効いてるんだな。小早川隆景、ここに入ろう。義久はこれ、騎乗だな。しばらく百竹が耐えることになるんだけど、独力じゃ厳しいな気がすんな。ただもうだいぶ減らしてんのよね、沖縄山。この部隊を撃破することができれば、取るとこまでいけそうな気もするんだけど、もう一押し。あと一押しが足りない。出すか、高本。あと出せそうなとこないんだよね。頑張ってくれ。我が領内に敵が迫っております。ああ、元春、サンドイッチだ。鬼島津の名。ああ、百竹、まずい。お任せください。まずすぎる。頑張れ。出陣するぞ。ああ、南ルート入るな、入るな。できるのだ。南ルートが、あ、待って、沖縄山兵が全部引いた。ならば囲み込むんだけど、その前に南を一押ししたい。こうだ、南を一押しして、その隙に城に入ることにしよう。もう少しだ、もう少しで取れる。
さあ頑張れ。よし、ナイツ、ナイスナイツ。出た。これで、そう、城から出たところで戦えれば最高なのよ。で、その隙に村上対ベッキ隊取っちゃうか。頼むぞ。内通が熱いな。真田昌幸1万の兵は怖すぎる、いくらなんでも。山吹城足りないけど行くか。あとはどこだ。もう兵がいない。よし、詐欺の森で激戦が始まったね。これによって、そう、兵が引きつけられるから、しばらくこっちは手薄になるよ。行くぞ！頑張れ！よし、押すぞ、正幸押すぞ。いや、待てよ。神鍋押すときでもあるな、これ。神鍋に対してプレッシャーをかけることで、こっちを緩めよう。いやー、百武！よし、天下に知らしめろ。百武はこのまま引いて義弘の隊で正幸に駆け込みます。で、別機正幸に行こう。で、村上武義が沖縄へ。元近もね、元近も正幸に行きたいような気もするけれども、まあちょっとそれはしばらく様子を見よう。鏡山出せるならば出す。沖縄。しかしこれで沖縄を取ってもさ、別に敵の城を落としたわけじゃなくて、ただ守れたっていうだけに過ぎないんだよね。っていうのがさ、罠だよね。よし、じゃあ行きますよ、沖縄。百武なんとか逃げてくれ。行くぞ。よし、正幸囲んだね。正幸を囲んで、ちょっと待って、沖縄は、このまま攻めておきたい。ちょっと後ろからドドッとなだれ込んでるね。これでもってさ、ちょっと待ってよ。海藻雲、島津義久さんと会か。小早川隆景支援しよう。だ、城を囲んでもらわないと話にならんぞ。お味方が捕獲されました。待て、城を囲もう。味方が捕獲された。いや、大丈夫だ。気にするな。かしこまりました。さあ、囲もう。お助けいたし。よし、囲んだね。いや、待ってよ。でも、別機は正幸にかかりたい。正幸をこそ捉えたい。小早川隆景、頑張れ。いや、これ、付箋かなり効いてるね。よし、沖縄山。囲んだね。ああ、112はまずい。騎乗。で、島津義久は小早川隆景の援軍に。よし、これでよしだね。で、ここまで来たら、村上武義の隊を真田に。困りました。いやー、隆景なんということだ。会えるぞ。囲めてないな。え、囲まな、ちょ、囲んでほしいんだが、こうすると囲むけど、あー、そういうことか。なるほど。あー、まずいな、ヨシッサ。これ、騎乗だね。沖縄山はでも、取れたっぽさが出てるな、これ。ご命令か。いやー、でも、報告いたします。南でね、敵を捉えきれなかったっていうのが、かなりの痛恨事ですね、これ。島津義弘、兵糧ないじゃないか。もうそういうところまで振り絞ってんのか。なるほど。まあそうだよね。そういう状態だよね、今はね。あいつ、もう付箋はしよう。できるのはしよう。太宰は、なんだこれ。おかしいだろ、これ。いや、でも頑張ってくれ。なんとか頑張ってくれ。よくこういう状態で耐えてるな、岡田余剰も。てか、詐欺の森に全部引っ張られてるから、土佐が手薄になってんのか。だったらさ、まずは元山城か。いや、ダメだ、兵が出てない。
一番規模のでかい出し方をしよう。出るぞ。さて、で問題の沖縄山よ。まあ、沖縄山もうわずかまで来たような気もするけどね。ちょっとこれ付箋をガンガンぶっ放しとこう。いや、付箋も大事だな、そうやって考えると。やっぱり、密談ゴリゴリやった方がいいんだね。さあ、頑張れ！沖縄取れるね。これは間違いなく取れる。取った！よし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 。よし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 。取ったぞ。取ったぞ。信長だ！これはね、一度ね、引くことで、相手の兵散らせるんじゃないかな。どうだろう。来るかな。来ないよね。うん、来ないと思った。無理押しはしないような気がするんだよね。来るのかい。ただなんか何部隊か入ってきてんな。あ、でも引いてるね。よしよしよし、とりあえずよしだ。これでお互いに兵を損耗したけれども、まあ、ひとまず沖縄山は守れた。そして鷺の森になだれ込んでますね。これはかなりいいぞ。そうすることで、そうだよね、土佐で一時的に優位を握れるもんね。やっぱりここでね、ちょっと吉弘隊に土佐で大きく動いてもらいたいけどね。中村御所から兵を出してさ、そうしたら元山豊永高層秋って一気に抜けるんだけど、それをやってくれないんだよな中村御所。惜しいよな、チャンスなんだけど。よしよし、清のあいついいね。これでこう、あ、なんか来てんな。あ、修行隊、お前修行隊下ってくれや。もともとこっちじゃねえか、おめえは。で、やっぱ押してきてんのはいいね。影明。よし。さあ。内通に次ぐ内通ですよ。これで押せるか？我が領内に敵が迫っております。これはどういう状況なんだ。出した方がいいよね、きっと。西ルートかな、南ルートが正解な気がするけど。まあでもとりあえず北ルートで、沖縄山まだ武将入ってないからね。これは吉田郡山から出した方が良さそうだな。そうして武将が超豪華なんだが、ここ沖縄山北ルートでとりあえず入れるだけ入れよう。さあ、足からも参ります。まあ、失ったからすぐに取り返しに来るっつうのは。あっ、吉弘、表情を始めましょう。お前す、いや、軍団長が亡くなると。そんなバカな。じゃ、軍団長誰？小児の娘か。それはちょっと、軍団長をちょっと変えよう。これでも軍団長って勝手に選ばれんのかな、小児キリに。選ばれたってことなんかな。だったらまあ、我慢するか。なんかね、小児瞳に小児キリだとさ、なんかちょっと、やらしいよね。身内だけで固めるって。なんかそれがすごく嫌なんだよな。で、沖縄山に入れましょう、再び。龍蔵寺、あ、出ちゃってんのか、この別機の隊で。そうか。だったら、吉田郡山から、百武に頼もう、ここは。ちょっと統率が足りんな。下がれよし。統率90ないのがね、少し不満ではあるけれども。まあ、ひとまずこんぐらいで言っときましょう。統率高いの入れよう、後から改めて。徳山城から出すか、なんかちょっと兵が危ない気がするけど、出そう。とりあえず沖縄山に向かいます。でね、何を企んでるかって、この佐藤金山、鏡山、鍵、吉田郡山、ひぐま山で、神鍋城南ルートを取りたいんですよね。そうすれば、沖縄山への攻撃軍が止むような気がする。これ多分沖縄山北ルートだな。北ルートだったら、ガッサントだから、吉弘を出しましょう。で、叩く。それも全て内政して見ていきましょうよ。さあ、来てしまったね。
捕獲来るぞ。吉岡貞勝いらっしゃい。ただし来ない貴様水野信元、すまんな、首をもらおう。さて来るね、神鍋からぐいぐいね。鏡山から出して沖縄に入れましょう。佐藤金山ずいぶん兵集まった。行きます。鍵城にひとまず向かいます。で狙うは神鍋城南ルートで、つつくことで兵をこっちに引きつけ沖縄山を守ります。義を囲いて蝶を救うの策ですね。森田ジョーン来てるね。ガッサン戸田かな、まあ、ガッサン戸田だったらだいぶ出雲城使えるようになったなこれ。うん、この辺の城と連携して守るよね、ガッサン戸田は。よし、北は問題ない。問題は沖縄山だけですわ。我が領内に敵が迫っております。来るね。能島か、ちょっと待ってよ、防衛指示出そう。いやでもだいぶ小野隊も振り絞ってきてるな。これ瞳隊が出せれば最高なんだけど。6700か、頑張ってくれ。これはでもいけなそうな気するな。高層城囲んでるぞ、いいね。しかもこの形ならば取れる、援軍来れないからね。秋城から来たとしてもこの兵力の前には無力でしょ。いいねいいね。でさらに兵を返してるね、多分高層城に反応して北四国の兵が返してますね、鷺の森が。これうまくいくと鷺の森もいけるんじゃないか。となると我ら中国地方の本体も神鍋城まで抜けたらね最高なんだけど、どうかな。よしよし、いや頼むぞ、それは頑張れ。よし、これで問題はないですね、別機と元地下で。で鍵城入ったね、4300だから、この村上武雄隊が鍵城に駆けつけるとともに神鍋城に向かいます、ともに。でこれ西ルートから来てんだね、これ正木隊は。ヒグマ山からこのルートを通って西ルート潰しましょう。でもっと言うと日の山から出ます、兵ちょっと少ないけどね。こうで、これで正木隊を荒れ地獄に誘い込みましょう。ただ沖縄山から兵を出せなくもないんで、そしたら信豊隊が来るんだったら引きつけるだけ引きつけておいて挟み込みたいね。あーこれ北ルートか、森田常務は。これはなんだ、これも沖縄山か、沖縄山北ルートが多いな。よし、でこれ多分防衛の兵だな。だったら沖縄山から撃って出ます。でこれで挟み込めないか、ないんだったら騎乗、問題ないね。これは朝倉景明はこのまま撃滅したい。神鍋城押します。遊びは終わりだ。よし、高層城落とした、お見事。これは見事すぎる、取り返しただけだけどね。でも見事、秋城も落としてくれこのまま。いやでも織田がごっそり動いてるな、浅井も動いてるね。ごっそり動くなったらチャンスなのよこっちの。行きましょう南ルート、出ます。周防高森城ちょっとね、あでも4900いるか。行きましょう。ただ東に突出する軍がいないんだよね、城を攻める軍が。それが問題なんだよな。承知しました、行きます。このまま押してしまいますか。困りました。あでも北ルートがいるのか、そうかそうかそうか。あんまり調子こくのもダメか。だったらさ、あこれこれもでも沖縄山か、沖縄山北ルートちょっとヤバすぎるだろ今。どうするか。水戸屋城、家久が沖縄山へ、山吹城、元春が沖縄山へ、そして高津城はまだ出せないか。これぐらい、この1万4000どこに向かってんだ、沖縄山か。よしよしよし、それはナイスと言わざるを得ない。いいね、修行隊、よし修行隊が
内通したぞ。てか修行隊もともとこっちなんだからさ、内通どころか裏切ってくれ。ちょ、お前ら秋に攻め込まない？なんとかならん？秋城なんともならんか。これ詐欺の森行けたかもしんないな。ねえ、行けたかもしれんぞ。それぐらいね、多分土佐の動きが激しいんだ。となるとカンナベよ。まずこのマサキ隊サンドイッチだな。そして森田ジョーン、この辺もサンドイッチにしたい。ガッサンとだからヨシヒロの隊を出す時が近いですね。これややこしいサンドイッチにされるな。だからこうだな、きっと。伊賀久隆はこうでいいでしょ。高橋ジョーン、待てよ、伊賀久隆を沖縄山に向けて、高橋ジョーンを神田目に向けよう。まだまだ沖縄山不安があるな。よし、城行きますか。戦場へとかける。いいね。いやでもやっぱ来てるな。うん、来てる来てる。ただカンナベをつくことで詐欺の森からさらに兵を引っぺかすことができれば最高なんですけど、これ動いてくれ、この隊頼む。秋城チャンスなんだからさ、そこは本当に攻めてほしい。それがわからん AI でもなかろうて。頼む。内政をして、でも内政の成果出始めましたね。少しずつ兵が集まり始めてるのがね、すごく嬉しい。まあ、まだ細々とした兵ですけどね。ただ、少しずつ少しずつ差は詰まってきてるはずですよ。